背中触っていくとほら、なんかちょっと柔らかくなったの分かる？なんか分かる気がしないかな。で、まあ、実際柔らかくなってるんですね。そうなんですね。はい。これも柔らかい。え、苦しいですよ。いやいや、苦しいけどね。さっき触ってるから少し柔らかいです。まあ、足の疲れから来てるよってことなんですね。いや、今から背中触っていきますよ。こんな感じ。これも確かに硬いね。ですね、この背中の硬さがこう上がっていって首肩にきますから、ここめっちゃ長い。ここここ体重関係のストレス、ここ本当に。普通のマッサージっていうのはお手上げっていうのが分かる気がしますね。喋れない。ちょっと呼吸する。呼吸ができん。はい。はい。行きましょう。はい。あ、痛っ。でもなんか、はい、さっきより、はい、いや痛いことには変わらないんですけど、はい、指の感触が、はい、分かる。入ってきたら分かるでしょ。なんとなく、まあ、だんだんと緩んできたよっていう証拠なんですね。はい、よいよ。
やつ、ここ、ここ。もう感触がない。でしょ、だってガチガチだもん。感触がないっていうのは凝りすぎててわからない状態になっているということなので、 あまりよろしい状態ではない。そんな感じで来るでしょ。だんだん感じないのを感じてくるようになると、だんだん筋肉がほぐれてきたよってことなんですね。ああ、嫌がられるわ。ここはリンパの流れでね。ああ、動画で見た。はい、ここが押さえていた人はリンパ液が詰まってる。まあ、トイレが詰まって流れないみたいな感じ。ここ押さえたらポコッペコッと決まってるの聞こえる？どこからですか？これね、あの筋肉が凝りすぎて、筋肉が今ポコッと言ってる、言ってるでしょ。これね、ポコペコペコって言ってね、凝りすぎた人が音が鳴るんですよ。ダメじゃん。限界まで、頑張ってお仕事が入ってるってことですね。お疲れ様です。めっちゃやってる、すごいすごい。みんな鳴らないですか？100人に1人ぐらい。え？そんなみんな鳴りません。みんな鳴らない。はい。言ってみるでしょ。あ、なんか、まあ指で言ったら結局音は鳴らなくなってくるんですけどね。若いのに。あ、言ってる言ってる。すげえ。すげえって言ってる場合じゃないですか。やばい状態ですよ。